新潟なんですけれども、ちょっと、えー、問題が出ておりまして、うんえー、開幕戦ではスタメンだったあの堀米選手、はい、あとは千葉和彦選手のディフェンダーお二人が、ちょっと不祥離脱という形に今なっておりますので、左サイド側は渡辺選手、あとセンターバックはおそらく次はトーマス・デン選手がスタメンに出てくるんじゃないかと思われますと、はい、この新潟・川崎製のキーマンは、新潟のミッドフィルダー、はい、伊藤亮太郎選手じゃないかと思っております。お前けければもう貸せなければばなとということで そんなシンプルな問題う、ね、んだと思いますね。<ー>もう水戸選手とかね、このウィングの選手が中にこう外から入ってキーの、うん、で、伊藤選手が一旦後ろに落ちたところから、やっぱサイドでこう前にこうダダダダって走りのパスを一旦後ろに戻してからのスルーパスが出て、やっぱり伊藤良太郎選手が前を向いてるというか、はいはい、伊藤良太郎選手が前を向いて攻撃してるときっていうのは、新潟大だいたい枠内にすら行ってるんですよね。シュートが。うんうん、かはい。 まあ、得点が時間の問題レベルだったってところがちょっとありましたと。で、実際にここまでま価値も続いていたところがあるんですね。<laughs> はいうん